バーベット・シュローダーは、イラン・テヘランで生まれたフランス国籍のスイス人で、フランスやアメリカで活躍する、映画プロデューサー、映画監督、俳優、フランス語読みのバルベ・シュローデルの名で、エリック・ロメールと共に、映画制作会社レフィルム・デュ・ロザンジュを創立したことで、知られる。1941年8月26日、イランのテヘランで生まれる、子供の頃地質学者の父に伴い、 コロンビアに行く。シュローデルは、フランスで教育を受けることを選び、名門リセ・コンドル・セコート・アン・リオン・セイコーデバカロレアを取得するまで学び、ソルボンヌ大学で哲学を収めた。映画批評し、カイエ・デュ・シネマに参加。彼の文章は、ヌーベルバーグ運動に伴奏した。1962年、21歳の時、当時42歳のロメールと共に制作会社、レフィルム・デュ・ロザンジュを、 フランス・パリに設立。同社作品の第一作は、ロメール監督、モンソーのパン屋の女の子、同作をもって、6つの教訓話シリーズの制作を開始となり、プロデューサーは、もちろんシュローデルであった。短編映画を二本演出した後、ジャン・リュック・ゴダールは、シュローデルをカラビニエの助監督に採用した。ロメール監督、シュザンヌの生き方をプロデュースする傍ら、 ジャン・ルイ・コウモリと共に女監督を務めた。1965年5月19日、シュローデルコンシンの企画、オムニバス映画、パリところどころ公開。監督は、ジャン・ダニエル・ポレ、ジャン・ルーシュ、ジャン・ルーシェ、ロメール、コダール、クロード・シャブロルのヌーベルバーグを代表する6人。アソシエートプロデューサーパトリック・ボーショー、アシスタントプロデューサーにシュローデルのアン・リヨンセイコ時代の仲間での地に、 ジャイ・ユスターシュ監督のプロデューサーとなるピエール・コトレルが参加。1969年、ンゴを持たして、長編劇映画、モアで監督デビュー。ルクセンブルクと、西ドイツ資本との合作。シュローデル自身が、プロデューサーのほかアソシエートプロデューサーに、コトレル、撮影監督、ネストール・アルメンドロス、音楽・ザ・ピンク・フロイド、ロザン・ジュシャ移のロック映画となる。1978年、 イナとローザンジュシャトが共同制作したドキュメンタリーフィルム、ここ、言葉を話すゴリラここ、ルゴリキーパールを監督。シュローデルは1970年代に4本の長編映画を演出するが、いずれも撮影監督はアルメンドロス。1987年、メナヘム・ゴーラン監督率いるイスラエル系企業座、キャノングループがミッキー・ロークとフェイダ・ナウェイが主演するアメリカ映画、 バーフライの監督にシュロデールを抜擢、ハリウッドデビューする、プロデューサーは、シュローデル自身とフランシス・フォード・コッポラ、以降、日本では、英語読み風のバーベット・シュローダーとして知られるようになるが、英語名は、バーベイ・シュローダーだと、死の接吻のプロモーションで来日した、サミュエル・エル・ジャクソンが強調していた、a b 2語版、ウィキペディア・バーバット、シュローダーの項の記述より、 ありがとうございます。